むず。孤児聖語ってなんやねん。12今何時って書いて12時って言ったとしても分かるやろ。テストってそういう12時って言っても命令形だと思うんで、うん、ドアを開ける。いやそれね、命令や。言い方ドア開けて。濱家さんがちょっとなんかまああんまり僕も好きじゃないことで。何や好きじゃないことやって俺。どうもかまいたちです。ミステリー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 。さあ本日は、はい、学力テストやってみようぜ。久しぶりやん。久しぶりやな。まあ、ちょっと夏前とかそういう格好誌とかそういうシーズン前でもあったりしますし、過去マネージャーさんとも対決してまだ小林マネージャーとはやってないので、うん、小林も大卒やもんな。2代か。2代には負けません。私国立なんで。私高卒なんで。すごいね美大も。勝負じゃないの。うん。これは何？中学の国社 A の。はい。はい、国社 A。はい。を何個まとめてます。わかりました。英語少なめにしてくれてる？いや英語は英語でそれなりに。そういうこと。そういうこと。勉強ってそうやから。小林ずるいやん。確かに。やめてください。小林は留学行ってたの。カナダに留学行ってたから英語ずるいやん。やめて。アドバンテージな。高校の時カナダに留学何年？カナダに1年高校の時に留学行ってる。いや別に。ほんで帰ってきてちょっと日本語忘れたみたいなふりして友達に接してたらしい。全然今関係ない。ローラみたいな喋り方してたらしい。難しい。ほんま喋れる。ほんま全然日本語覚えてんのに。1年でそんなならないの、うん、普通。くそ。よし上等やないかい。オッケー。じゃあ3科目入ってるんで制限時間20分で。はいよ、はい、よーいスタート。うわーもう感じて、うわほんまこいつむつ。孤児聖語ってなんやねん。なんお前まずできんのかって話。それいい子なしな。分からんとこ飛ばす。ちょっとでも驚くぐらい衰えてるな。孤児聖語っていうのが何かだけ教えてほしいな。まかこんな分かるやつおるんか。孤児聖語ってなんやねん。いやテスト中にそういうのは言えない。さあ間もなく時間迫ってまいりました。ほんでこいつ誰やったっけ。ほらこいつとか思い出す。パイレーツオブカリビアンの。さあ残り2分です。パイレーツ・オブ・カリビアンのこいつ誰やったっけ。こんなん忘れるってエグいやろ。むずい。 OK。 はい、そこまでです。はい、難しい。いや、ちょっと、いや、ちょっと、いや、怒んなっちゃうよ。分からなくてイライラしてがこの時間継続してたと思うんですけど。誰やねんこのパイレーツ・オブ・カリビアンのやつ。はい、はい、なんでこれはちょっと、今日ちょっとよろそいんで後日。はい、ジョニー・デップや。間に合ったな。英語で書くんです。はい、もう終わりです。はい。そんな問題意味わからない。英語のテストも。え？なんか書いてましたけど。え？カタカナでマイケル・ジョーダンって書いてあったけど。じゃあこれは後日、はい、また採点して撮影させていただきます。明らかに鈍ってるな。全く思い出す。明らかに鈍ってる。バカにされるのが怖い。はい、じゃあ答え合わせやっていきましょう。
はい、何から国語から、はい、まあ多分結構難しかったと思うんで、とりあえずまあ答え合わせやっていきたいと思います、うん、まあ最初は、うん、漢字の読みですかね、うん、小林さんが結構ですね、かまいたちさんは多分全部全問正解うん、小林さんが王院のところ楽院、お前に押したろか楽院ですか、お前に押したろかい、まあ海外に行ってる時もあったからな、深読みしすぎたね、で圧力のところが旋律、旋律こっちがやわ圧力圧力圧力はなんかちょっと仲高いとか仲悪くなるみたいな、そんな意味だった、うん、ここまでやったら俺らの方が頭ええちょう、そういうことや、漢字ですか、漢字難かった、漢字ちょっと気になったのが最初ですかね、墨汁ですね、はいはい、小林さん正解です、隅ってどんな字やったっけ、かまいたちさんがちょっとだけ全然わかんない、山内さんがちょっと類みたいになってますか、うん、黒に黒の下にさらにまだ土がいるの、はい、で山内さんの類はあれですけど、ちょっと濱家さんの字、あ、うん、何あ、なんか類でもなんかあんま見たことないたどり着かれへんかって見たことないし、イメージはあったんですかね、あ、うん、あ、正解で皆さん、はい、消臭をかけるも出えへんっていうのはやばいよマジで、消臭は皆さんなんで違うん、皆さんと同じ間違いで、手編の招くじゃなくて、うん、手編はなしのあのメッセ、はー、この招集は、誰かをなんかゲストを招く時のとかはこの招集なんですけど、うんうん、国会に関する招集の時はむずいな、手編がつかないとか、引っ掛けなんかすんな、どん天がな、曇りっていうことやろ、あ、そうです、曇りがな、出てけへんってやばいよな、どん天もそうですね、曇りってどんな字やった、曇りはあの上に火書いて雲です、なるほど、多分そうですね、浜井さんがなんかそのなんかそれをなんか火書いて雲、いやいや、花って書いてるやん、顔の花天って何それ、どういう意味、花って花天ってあるやろ、大阪の花天やろ放出って書いて花天って呼ぶ、小林マネージャーがどんてん、ちょっと読む、ちょっと読む、また違う、アホやな、いや、アホではないと思うんですけど、独点って読んでますか、アホやな、醜いは、小林さんと山内さんはもう、書いてなかった、浜井さんだけ正解恥ずかしいわ、もうどんな字、なんかイメージは湧く、なんか酒の鬼、酒酒の鬼、そうです、あ、お酒飲むからや、関係ない俺飲まへんもん、ちょっと漢字はマジで難かった、で、ことわざを見ようですね、これは、まあ、鬼の目にも涙、これ皆さん正解ですね、はい、で続いて隠し事、漏れやすいの注意っていうのが、うん、壁に耳あり、障子に目あり、はい、これはかまいたちさん正解だったんですよ、うん、要漫才でも、ね、一応小林マネージャーは、壁に耳あり、障子目あり、障子メアリーはダメやな、ダメダメダメ、漫才コンビみたいもんな、障子メアリーはな外国人な、でそれはちょっと、はい、はい、インとなりましたね、で、続いてですね、亀の甲より、これもかまいたちさんは年の甲、はい、はい、で小林マネージャーは亀の甲より鶴海外やなまさかの小林さんやるんちゃう、これじゃん、こいつ亀の甲より鶴、なんか亀とついになってる、ついになってる、あ、そういうです、亀山ね、亀の甲羅が、もともと昔貴重なものだったんですけど、うん、それより年の甲、経験値の方が大事ですよという行為ですね、で続いてが、皆さん間違ってたと思うんですけど、岩ぬが、皆さん岩ぬが仏で書いてたんですけど知らぬがやな、これはこれは知らぬが、岩ぬがは金か、岩ぬがは花です、花か、花って何、あの咲く花の花で、あ、で何も言わない方がその綺麗でっていうことの意味で、あ、俺それ知らないかも、全員が仏、全員が仏もう反射で書いてる、これはほんまやな、イメージで、知らぬが仏やな、知らぬが仏なんや、はい、あと孤児聖語って何、孤児聖語っていうのはこれむずい、こういうことが起きましたよっていう流れから聞いたことあるのというと、おえつ同衆とか、うん、四字熟語、
とはまだちゃうの、隣国とは限らないですけど、おえつ同士っていうのは昔その仲悪かった同士が一緒に船になるっていうの、仲悪い同士が一緒になるっていう意味を、古事成語が意味わからんかったもん。そういう昔起きたことをきっかけにその言葉がそのまま、と人生の幸福や不幸は予測できないことは何、これ採用が馬、これ万事採用が馬のってこと。あ、そうです。これ山内さん正解だったと思う。はい、当たり前じゃないですか。人生万事採用が馬、これ俺だけ正解。これ山内さん、なんで腹立つな、こいつ。え、なんでなん。古事成語が、浜井さん後悔先に立たず、小林マネージャー予測不能、お前やで、続いて、文章の内容を繰り返すこと、これ正解は、何、遂行ですね。うわー、遂行って言うな。マジでまだピンときてないもん、その古事成語っていうのが。これも確か遂行、こんな問題の出され方したことないしいや、あんねん、あんねん。そのまあ、あの、わかります。今回だいぶ難易度高かったんですけど、まあ、なんて書いてんの、きちんと覚えていきましょうという。遂行のとこ俺添削って書いてたんだよね。ああ、そうですね、山下添削、遂行だね、自分でやる方は遂行だね。何も書いてない。で、濱家さん、やり直すことをやり直しって書いてダメ、まあな、はい、本質的には大差ないこと、これ、正解は、50歩100歩ですね、これもう山内さんだけ正解ですね。え、俺だけ、はい、なんでなんでって。いや、50歩100歩やろ。小林さん書いてなかった、で、ね、これ難しいのが、濱家さんどんぐりの性比べなんですけど、これは確かね、古事成語ではなかった。古事成語って何やねんって言ってん昔それ聞いたって言ってん聞いた上で言うてんね、古事成語って何やって言ってん。で、どんぐりの性比べはことわざだったと思うんで、一応ちょっとだったと思う。確かそうなんです、出てこなかった、ね、だったと思う。いや、一応こう、ことわざって言い切って。じゃあことわざです。絶対正語ではないです、絶対ことわざ。はい、正語。どんぐりの性比べはことわざかどうか聞いてます。これイエスかノーで答えられる問題なんで、どっちかで答えてください。いや、それ別に問い詰めてるわ。いや、問い詰めてる。詰め方おかしい。そのお前はことわざだから間違いだって俺は今言われてるってこと。だからあなたは今これはことわざって言った。どんぐりの性比べ、ことわざかどうか聞いてイエスかノーで答えて。いや、だからどんぐりの性比べ、イエスかノーかで答えてほしいんです。だけどイエスです。うん、分かりました。じゃあどんぐりの性比べは絶対ことわざってことね。まあ、厳密に言うと古事成語ではないっていうことは出てきました。で、続いてですね、はい、余計なもの、小林さん、濱井さんは正解ですね。え、何やった。正解は打足。山内さんだけ、なんで分からなかった、なんで。え、2人分かってるのに分からなかった、なんで。腹立つわ。え、なんでなんで書いたの。などない、余計なものなどない。いや、セイエスかセイエスやないか。で、最後ですね、苦労して勉強に励み成功すること、はい、建設の功。何やねんそれ。これ確か中国かなんか。やかましいわ。なんて中国なんかで。なんて答えは。建設の功。やかましいわ何を言うとんの。いかへんわ。いや、そういう古事成語がある、はい、これ皆さん、そうですね、山内さんだけ書いてたんですけど、二宮禁じってる、これも古事成語じゃないんで、試させていただきます。なんで。いや、そりゃそうやろ、古事成語ちゃうもんね。二宮禁じってるやん。いや、禁じってる。続いて、次の慣用句を使って正しい文章を作りなさい。足が出る、意味は、隠したことが現れると、あと、まあ、よく使うので出費が、予算より超過するという、そっちのイメージしかないね。濱家さんと山内さんは正解だと思う。なんで。え、なんで。なんでマネージャーだよねで、留学してたからか、カナダに。なんて書いてる、英語で書いてる。小林さんは英語で書いてるですね、何度も何度も半パン履いて足が出るって書いてる。あ、違う。なんて出てる。何度も何度も行ってくるので、つい足が出る。蹴ってる蹴ってるやん手が出るは聞いたことない。うるせえって言って蹴ってるやん蹴るタイプなんや。手が出るんじゃなくて足が出るタイプ。違いますよ、それは。濱家さん、闇イベントの費用の足が出る、闇イベントがちょっとあれですけど、まあ、文章としては間違ってない、闇イベント、なんで闇イベントです山田さん、予算オーバーして足が出る、はい、予算オーバーして足が出るって、右に右折するみたいなことじゃないの。それを言わずに、予算の足が出るって言わなかったんじゃないの。ああ、山内さんですか、
なんで俺の答えにイチャモンつけてんの。いや、まあ、予算少し足が出るでいいよ。足が出るって予算の足、予算から足が出るんじゃないの、重複してんじゃないか、うんうんうん、予算オーバーぐらいだったらいいんか、いいよね、予算オーバーして少し足が出るって、うんうん、決められた予算から足が出るって分かるけど、うん、予算オーバーして足が出るって、うん、ちょっと俺これ言葉を扱う商売としてまあまあいいよ、まるでいいけど次から気をつけてほしいな、どうしいなという意味です。どうしクレーマー、へそで茶を沸かすですね、はい、おかしくてたまらないとか、うん、バカバカしいという例えですね、うん、ちょっとあざけ笑ってる感じのニュアンスです、うん、ちょっとバカにしてるような感じの、意味合いになります、うん、これは、濱家さん正解だったんですね、うん、俺なんか三角にされてる、なんでこんな簡単な問題が。濱家はなんて書いてんの。濱家さんは、バカどもの意見がくだらなさすぎてへそで茶が沸くですね、うん、まあまあバカにしたニュアンスで一応、うん、でちゃんちゃらおかしいわいってことだよな、うん、っていう感じで、山内さんがそんな無茶なことはへそで茶を沸かすようなもの、うん、全然ちゃうやん、よう三角あげたな。いや、なんで三角の意味合ってるやん、無理難題を言われたとかじゃないから、そんな無茶なことはっていうことやで。それはそんな読み手無茶なことは、読み手で変わるような文章はよくないでしょ。で、国語は以上です、はい、国語難かったマジで。で、続いてが、社会ですね、人物を当てる感じですね。ああ、これは、皆さん、紫式部、はい、はい、正解です。作品名が、こちら、源氏物語になります。源氏物語やな、はい、濱家さん枕の草子は、清少納言、清少納言な、間違えたわ。山下さん正解、はい、織田信長はみんな当てるやろ、さすがに織田信長当てます、はい、はい、主な政策って何やったっけ。太閤検地って豊臣秀吉やんな、うん、刀狩りもそうやんな、はい、織田信長の主な政策って何やったっけ。山本さん正解してるんですけど、楽市楽座。楽市楽座、俺だけこれも、これ山本さんだからです。なんで、まあ、町の市場価格自由にしていいですよ、うん、みたいな。楽市楽座や、町を発展させているためにやった政策ですかね、これ楽市楽座。この次からが間違ってる。そうですね、大久保利通か、これ大久保利通やってもうたわ。そうなんや、板垣退助って書いてもうた。これは、小林さんだけ正解ですか、ね、大久保なんや。で、この主な政策は結構皆さんあれだったんですけど、これも小林さん正解で、廃藩置県。廃藩置県、どっちかというと明治維新を一応やった人で。そうだ、廃藩置県とか。うわー、すごいな、廃藩置県出ないわ、忘れてる。山内さん、大政奉還は、吉野ですね、徳川の。全然ちゃうで。板垣退助は一緒なんやな。板垣退助一緒やけど、お前は何て書いてんの。全然ちゃうで、何がやの。何て書いてんの、濱家さんは。桜田門外の件。全然ちゃうで。いい直すけどですね、殺されてるやん。いい直すけど、全然ちゃうで。で、これが結構、ちょっと皆さん、ちょっと待って、これで間違ってるってことは、もうショパン。いや、ショパンこんな顔ちゃうで。濱家さんは、モーツァルト、小林さん空白、山田さんシューベルト。これ正解は、ジョージ・ワシントン。どこがやねん。いやいや、なんでやねん。確か1ドル札とか。いやー、ほんとだ。海外感出してきよった。留学してたか。これ。そうです、これは分かんない。肩書きは初代アメリカ大統領。あー、全然ワシントンか。やられた。チリ苦手やわ。チリ結構皆さんあれですかね。チリマジ苦手。チリが嫌だから俺歴史に行ったんだもん。先生の名言。先生。あ、そうなんですね。1が、あれですね、和歌山県でキーね。キー半島。2番は。2番が淡路。淡路。そのまんまやないかい。いや、今も淡路じゃないか、あれ。いや、だからそういうことなあ。いや、そのくらい旧国名ちゃうやんけ。いや、で旧国名今もあれ淡路島言うやないか、お前。まあ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 、なんやねんそれ。クレームのやり方おかしいと思うね、うん、3番、さぬき、香川県なんでさぬきうどんとか。太いやっけ。だから正解を導き出すも可能性はあったという。4番、4番は、徳島県は阿波踊りの阿波。うわ、阿波が正解ですね。5番土佐ね。5番土佐です、はい。で、6番、は伊予、愛媛の伊予館とかですかね。いや、もうここはもう俺1問だけ正解や。
そうですね、俺とやり口全く一緒。全とさ全とさ。えでも 2だけ終わり入れてるわ濱家で×誰笑っとんねんこれそこ土佐やったらよかったのな。で続いてですね、これは確かにこれはめちゃくちゃ難しかったと思います、川の名前、北海道の上は、石狩川。石狩かい十勝ちゃうんかい平野だけかあれ。続いてこの新潟あたりから出てるのが、信濃川。ああそれは1個あった。どっちか信濃は思ってん。山内さんありましたね信濃川。ほんで、で続いて千葉から出てるのが利根川。こっちが利根川かい。ほんで、で九州から出てるのは筑後川。うん。あでこの、真ん中のが木曽三川ですね。いや木曽ね。もともと地理なんか捨ててるから。で、広く平らの土地が三角数。うわははは。多分聞いたこと。三角数。数だけ書いてくれてたら当たったのに。三角数。そうですね。これだから皆さん結構。ああむずい。濱家さんすべて神田川で書いて。さだまさ。さだまさし一問か。1点を取る方法です。これむずいよ。いやこれはやっぱちょっと国旗の国名。これもわからない。え全部間違ってる俺。はずっ。だっせ。嘘やん。いやこれそうですね。1つ目左上が、ベルギー。ベルギーや。で右上がドイツ。逆。逆。山内さん逆でしたね。ウィーで最近やってないからや。左下は一番難しかったかもしれないです。ルーマニア。わかるわけないやろ。ルーマニアの国旗なんかい。覚えてこれを機に。ルーマニア。いやこれを機に覚えていきましょう。はい、バルデラマがいたとこ？ルーマニアって。え？ルーマニア？うん。バルデラマ、サッカー選手の。サッカー。あのもじゃもじゃヘアの。あれバルデラマ。取り返すようにバルデラマの情報いらんねん。ルーマニアか。正解なれへんから。確認しといてくれ。バルデラマ。右下が、クロアチアです。わかるわけない。スーケルいたとこ？もうええねん。な、シュケル、シュケルかスーケルか。スーケル。うん。得点をなったか。サッカーで取り返さんでええねん。その時のユニフォームこういう真ん中の網網だったと思う。なんこれ。むずで続いてですね、最後英語です。待って英語もめっちゃ間違えた。ここで小林がどう出てくるか。そうやな。まず英語、最初の英単語1から9まで、はい、こちら皆さん正解です、うん、こんなん間違うわけあれへんかな当然や。で、続いての天気ですね、うん、天気が結構あれだったんですけどまず、言いますね。晴れが、サニー。曇りが、間違ってんの、うん、曇りがクラウディー。あー、まあ、いるんだ。雨がレイン、はい、雪がスノーっていう感じですね、はい、小林だった。小林さんは、両方書いてた。小林さんちょっとなんか怪しかったんですけ どサニーを消してたりしたんで正解だったんですけどサンにしてたりとか。はあサン、だからサンは太陽とかになるんで。そうね、だから全然違うでしょ。正解なんです。え全然違うやん。でも俺のこのサニーは N が1個ないってこと。山さん N が1個足りないサニー。そういうことね。で濱家さんはサンシャイン。サンシャインは何笑っとんねんこれ。サンシャインはまたちょっと意味全然ちゃうやろ。多かったのクラウドは、雲になる。雲になる。 iPhone のせいや。いやそこれに Y を入れればよかったの。そうです。ただただ、はい、クラウディー。クラウディーになると曇りというこの天気を表すようになる、うん、難しい。なんかお前はさ全部問題出してるから答え分かった上で教えてきてる感じしてるけどお前も全然分かってへんっていうのだけはずっとテロップ出しとけよ。森下も意味は分かっておりませんって。違う、間違えることは難しいことじゃないです。自分の知識かのように喋りやがって。いや間違え、もいやもちろん僕もちゃんと下調べした上でという感じなんで、はい。レインはスペル何？ R です、ね。うわぁ L です、ね。そうか。ラインやんほとんどそれ。ヴィンテージ T シャツで有名なシリアルエクスペリメントレインの方のレイン書いてるわ俺。そっちに惹かれちゃったんだ。さあ続いては時間の表記を表す会話ですね。うん、まさかファットタイムイズイッナー、うん、何時ですかみたいな感じだったんで。これ正解、模範解答としての正解言います、まずは It's 12 o'clock It's 12 o'clock、これ山内さんは、バッチリ It's 12 o'clock 正解ですね。小林さん It's 12 もうなんかオクロックはなんか省略しても OK みたいになったんで。
あ、実際に、はい、腹立つ。いや、まあそう現地では言ってなかったです、感出してきやがって、はい、でも一応実際にオクロックはまあ省略してもかみたいな感じだったんで、チュエルブね、濱家さんは、まあ、イッツがついてないのと、うん、まあ、12の綴りが間違ってたんで、うん、それもうダメよ、はい、何がやねん、12今何時って書いて12時って言ったとしても分かるやろそういうことテストってそういうこと、12時って言っても、ああ12時かって分かるやろ、合ってるか、そんなこと言ったら俺はこの問題文の次の時間を参考に会話の空欄を埋めようの埋めようが埋めるじゃなくて埋む埋む埋めようになってるこの誤字がだからこの問題文自体が何を問いかけてるのか分からへんからこうなってもしゃあないやないかい、それはすいません、それはそうやろ、はい、空欄を埋めようのところちゃんと埋めようやったら分かるけど埋めようになってんねんから、これ問題自体がおかしいから、お前答えなんか何入れられても関係あれんから、パンパンしてるクレーマーやそれはすみません。でも、綴りなんで、12オクロックですね。で、続いて、僕がパタミズイットナウ。これは、5時半を表すという、うん。ちなみにですけど、先ほどはオクロックってちょうどとかそういう意味なんで、これはオクロックつきません。はい。濱家さんだけちょっとオクロックついてたんですけど、ちょうどの意味なんで、濱家さんは5ハーフオクロックという、うん、回答で、正解はまず、It's 530。530で答えるんだ。はい、もう530でこの5時30分。はあ。で、小林さんは正解で、山田さんは It's 5 and half。ハーフ。何やそれ。何やそれ。同じような。ハーフ and half みたいにやる。ハーフじゃ伝わんないんだ。で、続いてが全然ちゃうやんこれね。世界的に有名な、外国人の、有名人ですね。小林さんはもう、この左上の方。分かんなかった。だけ小林さんだけちょっと空白だったんですけど、マイケル・ジョーダンやろ、そうです、マイケル・ジョーダンです。で、あと、濱家さんが、英語で書けとなってるんですけど濱家さん、ひらがなで、カタカナでマイケル・ジョーダンはちょっと不正解です、はい、原点で、これがだから本当言いたいのが、英語名で書けって書いてあるやん、次の写真の人物を英語で書けやったら分かるけど、英語名で書けってマイケル・ジョーダン英語名やないかい、和名、日本和名かこれ和名はえいやだから和名なんかあれへんや、英語名やないか、だからジョニー・デップとメグ・ライアンもそうやないかい、問題ちゃんとしてくれカタカナで書く理由にはなってない問題ちゃんとしてくれもう、はい、で3人目が、キャメロン・ディアスです、メグ・ライアンではないです、メグ・ライアンちゃうんかよ、ねお前全部間違っとるやないか、ほんでジョーダンもジョニー・デップも英語で書いて間違っとるやないかい、全然わかんない、英語名やで、いや英語なあ、スペル教えて、正解は英語で書けやったらわかるけど、マイケル・ジョーダンは無視すんな大丈夫ですか、まあ後で調べたらええね、ミッチェルみたいなやつや、マイケルはMICHE そうやろ、 MICHER とかやろ、そうです、で JORDAN ですね、ジョーダン、これ誰か正解いた、これいなかったです、あむずいね、やっぱ名前ってむずいね、続いては、英文問題ですね、こちらも難しかったと思うんですけど、でも序盤は最初の、We are very tired last night、こちら全員正解ですね、おとても疲れていました、で次も多分皆さん正解ですかね、で次なんですけど、オープンザドアは、うん、これ多分動詞が一番最初に来るときは命令形だったと思うんで、うん、だから開けドアを開けなさいとか開けてくださいとかになるとプリーズだったとか、プリーズが最初に入ったりとか、で正解が誰、これ正解いなかったですね、ドアを開けてってもう命令やいやそんな開けなさい、お前が言ってるのはドア開けんかいこらじゃないと命令になってないって言ってるようなもんや、開けなさい、ドアを開けるいやそれ、ね、だからその言い方、命令や、言い方、ドア開けていやいやそれ言い方でよ、ドアを開けるこれはちょっと疑惑も納得ならん、続いて Can you keep a secret、 これ宇多田さんの、うん、曲ですけど、うわ、あなたは秘密を守れますかか、そうです、あなたは秘密を守ることができますかが一応まあ正解、約束にしてもうた、なんで俺三角やねん、秘密にできますか
秘密にできますか、ちょっと短略化すぎるかなという感じですね。 あなたは秘密を守れますかやな、守れますかとかで、小林さん秘密守ってくれるみたいな感じだったね、一応正解になってます。はい、いやいや合ってるやん、秘密にできますか。はい、はい、で続いて英語で表現する感じですね。彼は親切な少年である、正解は、正解は He is a kind boy。うん、山内さん正解だったんですね、うん、山内さん正解で、濱家さんがあがなかったんですかね。 He is a kind boy、うん、これなんかちょっと英語とややこしいな、ここにあがやっぱちょっと、つかないと、うん、小林さんも He is very kind boy、 とてもとかは言ってないね、ベリーとても言ってないな。でベリーが入ってたね、それを不正解、うん、確かにな。何より親切にしたの、これも、勘違いです。今日は何日ですか、はいはいはい、デートね、はいはい、もう分かってる分かってる。ファットデートイズトゥ、イズイトゥデイ、山内さんが惜しかったですね。ファットデイ、デイイズトゥデイ、うん、デートね、こちゃおか、いや、こちゃおかちゃお、デイの場合は、何曜日ですかの聞き方になるので、そうなんですよ、山内さん DATE ね、デートね、分かる分かる、スペルも分かる。小林さん、ファットイズザデイトゥデイ、なんでこれもデイなんで違うと、濱家、うん、さん、ファットイズトゥデイ、ファットイズトゥデイはちょっと全然違う、ね、何が違うか言うてみ、いや今日は何や、今日は、うん、なんか知らんや、今日は何日ですかには絶対になる、ね、今日は何一緒やないかい、会話として今日は何を、うん、今日は何に知らんかなって言われる会話になってない。で続いて、彼の身長はいくつですか、長さを聞くときとかは、あれですね、 How tall is he? これ山内さん惜しかったんですけど、トールが、トールスペル何、 T-A-L-L 山内さん T-O-L-L なんで、でも山内さんめっちゃ惜しかったんですけど、いやそんな笑うことじゃないお前濱家なんて書いてんねん、 Is he tall? Is he tall もね、彼は身長、彼は身長もそうですね、一緒だよ、で彼は身長いや、どうかいやって言うやろ、いや、いや会話にはなってないですよ、彼は身長、小林間違えてんの、間違えてます、それは How long? How long のみ、 How long? How long? いや、でも分かりません、 How long のみ、でも学歴多少か、こいつ英語めっちゃ間違えたのかな彼もついてない、彼の、彼もいないやん、そうですね、別に話してるし、いやネイティブはそっちやねんな、違う、文章やから、もうかやめてくれ、そのなんか凝り固まった英語、いや凝り固まった教科書英語、もう俺らはもう向こうで通じる英語喋ってんねん、いやいや、で続いて、あの男はなんて強いの、なんて何々の、正解は、How strong that man is、 How 何々がなんて、強いのとか、なんかそういう意味、正解してたのは、これ皆さん不正解でしたね。ファッツは山さん、ファッツはストロングヒーズ。何それ？ファッ、これ当てるでた。ファットザットガイイズベリーストロング。ああ、通じる通じる。濱家は？濱家さん、ザットマンイズベリーストロング。笑っとんねん。あれはとか。やがしやあんだろお前これ。驚嘆の。おいこれあんだろお前。で続いて最後。お前の知識みたいに喋りやがって。言ったから。お前も調べて手元にか答えがあるから偉そうに、いやもちろん偉そうにもしてないです、ずっとテロップ出しとけよ、もちろん、もちろん僕もこんな博識なわけじゃないです、正解答えをちゃんとやってるために、最後の問題、うん、英単語を作って英語を作りなさい、うん、アイランドです、はい、イズランドと書いてアイランド、はい、これ確か、正解者は、正解者は、濱家さん正解だと思う、で濱家さんがちょっとなんかまああんまり僕も好きじゃない答え、何や好きじゃない答えって俺正解か不正解やろい、なんて答えってた、何や丸させられたやつか、だから濱家さんの場合は I like Island、 I like Island、 何がわかんない、基本島国が好きです、まあ I like Island、 もうええねん、そんなん言うねったら予算オーバーで足が出て調べ直せ、いやだからまあまあ丸なんです、まあまあ、いや嫌な丸やな、嫌な丸や、はい、いびつな丸ねそんなアイライクの意味わからんで、はい、続いてですね、テンプル、寺院とかお寺とかそういう意味ですね、うん、山さんアイライクマイテンプル、知らないかい
何俺のアイライトアイランドにケジつけてきとんねん。ええ加減にせえよお前ほんま。偉そうに。で濱家さんの答えも丸なんですけど。なんやねんお前いちいち俺の答えにケジつけやがって。嫌な丸か。なんや。はい。Do you like temple？ なんやねんそれ。同じやん。アイライトなんか疑問形に変えてる。何がわかんねん。あんまり好きじゃない。聞かんやん。次の英単語を使って英文を作りなさいやろ。Do you like temple って聞かんやろ。そんなこと言い出したら彼は親切な少年であるなんか言わんやろお前これ。ヒーザーカインドボーイって。言わんやろ。日常で言う言わないとかじゃないですか。点数出してくれや。はい、点数。んなアホどもと並べられて不愉快ですわ。1位からいこう。1位からいきます。点数を言って、まずまず点数から。まず点数、1位の方の点数、今回まあ難しかったんで、何点満点？100点満点中46点、はい、1位が1位が1位の方は、はい、山内さん。よいしょはい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 、勉強し直します。これだから100点満点、お勉強し直しなさい。ちょっと高かったんで、はい、これ点数高い方だと思います。うん、はい、そうね。さてここやかな。さあ続いて、2位の方お願いします。うん、まず点数は、はい、2位の点数は、45点。おーおーおー、1点差。1点差です。ギリギリや。2位の方は濱家さんです。イエーイ。チェンジチェンジマネージャーチェンジ。マネージャーチェンジ。勉強できるマネージャーにチェンジ。スケジュール切られるのふわー。チェンチェンチェンジ。スケジュールとは全く今回のテストは関係ないです。はい、小林何点？小林さんは、最高の39点。低いね。頼みますよ。海外行ってたんですよね。いやまあもう難しかった。吉本の社員っていうかエリートですよね。予算オーバーの足が出る。それもうええねん。おい、Do you like temple のこと言えば俺の方はみたいなとこあるわ。テンプルやろう。 Do you like temple やろう。予算オーバーして少し足が全然変じゃない。ちょっと多少目をつぶったとこもあったりするんで、まあ、山田さんそれだけじゃなく、皆さんなんかなんとなく三角もちょっと多めにつけたりとか。チャンネル登録お願いします。紫式部の紫間違ってる。丸ついてんねん。もうそのなんか変な誤字脱字探して見つけようとかそんなんじゃないの。何小林も探し出してんの。他の人の点数。俺は1点差やから探してんねんけど、お前7点ぐらい引きずり下さなあかんねんで。よっしゃ、また次やろう。